私のチャンネルへようこそ。 JBN1 ビュースノーマンとシクストーンズ、今なお続く戦友のような関係性。2022年の年末も第73回 NHK 紅白歌合戦以下紅白やジャニーズカウントダウン2022ハイアジールーシー2023への出演で1年の締めくくりを華々しく飾ったジャニーズメンバーたち。特にカウコンは3年ぶりに司会を務めた国分太一と井ノ原快彦、6年ぶりに紅白にも出場した近畿キズをはじめ、全14組のグループとジャニーズ JR が集結。各グループからの選抜メンバーによるシャッフルメドレー、他グループの楽曲を歌うグループチェンジメドレーなど、この日限りの貴重なパフォーマンスで大勢のファンを喜ばせた。スノーマンとシクストーンズ、今なお続く戦友のような関係性。スノーマンとシクストーンズを言わずもがなジャニーズ史上初の2組同時デビューを果たした戦友のような関係性にあるグループである。今回のカウコンでは、ジャニーズシャッフルメドレーの口火を切ったガラスの少年でスノーマンの岩本翔、シクストーンズのジェシーが並んでパフォーマンスする姿を見て、ジャニーズ JR 時代舞台や映画少年たちの頃の記憶がつい蘇ってしまった。デビュー前後は共演や交流の機会も多かった2組。しかしデビュー以降はそれぞれの道を歩んでおり、2組のメンバー全員が揃う姿を見ることは以前に比べるとかなり少なくなっている。スノーマンのメンバーをマンズ兄さんとして慕うシクストーンズ田中いつき、シクストーンズファンを公言するスノーマン渡辺翔太をはじめ、個人間の関係性にも見どころが多い2組。自由な雰囲気から生まれる爆笑トークはもちろん、成長を重ねた両者だからこそ成し得るコラボパフォーマンスもいつの機会か見てみたいものだ。今後は2020年から延期となっていた2組の同時デビューシングル購入者特典イベントが、デビュー丸3年記念のスペシャルイベントとして2023年1月22日に配信されることも決定しており、対象者は見逃し厳禁である。スノーマン、シクストーンズ、キング&プリンス。同期組も複数存在し、ジャニーズ JR 時代から切磋琢磨してきたキャリア的にも近しいメンバーが多く在籍する彼ら。2023年も時代をリードする3組があらゆるシーンで輝くことを願いたい。さらに今年は、カウコン、放送翌日にも嬉しいサプライズが届けられた。1月1日。キング&プリンスへのオフィシャルツイッターに突如アップされた2枚の写真である。スノストプリ、スノプリのハッシュタグが付けられたこの投稿に写っているのは、カウコンの楽屋が一緒だったというキング&プリンス、スノーマン、シクストーンズの3組。グループの垣根を超えた総勢20名のインパクト大な集合写真は大きな反響を呼んだ。もともとはキング&プリンスとシクストーンズが音楽番組で共演した際のオフショットをストプリとして投稿をし始めたのがきっかけ。これまでにも2組の集合ショットが投稿される機会はいくつかあったが、今回スノーマンが合流したような形である。スノーマンとキング&プリンスが思い出されるのは、2021年12月30日に東京ドームで開催されたジョニーズフェスタバル、ケラサングックユー2021ハロー2022からでのコラボパフォーマンスだろう。シンデレラガールキング&プリンスと君の彼氏になりたい。スノーマンという王道、異色のアイドルソングを2組で息ぴったりに披露。その流れの中でそれぞれ披露したキング&プリンス、マジックタッチ、スノーマン、グランダーとユニットのダンスナンバーは、両者のスキルや表現力の高さがしっかり伝わる見応えあるものだった。今年のカウコンのグループチェンジメドレーでは、スノーマンがキング&プリンスへのロマンチックなラブソング、恋をずゆれを披露。キング&プリンスへの持つアイドル的な魅力をスノーマンらしさも交えて体現していた。叶うことならばキング&プリンスがスノーマンのレパートリーの中から、ジューシーやクレイジーエッシュビート
などのクールなダンスナンバーに挑戦する姿を一度でいいから見てみたいと思ってしまうのは筆者だけだろうか。スノーマン、シクストーンズ、キング&プリンストップのグループショット、スノストプリのインパクトと二組との関係性。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。